こんにちは、わらんです。今日はいつも手元だけでアクセサリーを作っているんですけど、今回はキッチンで動画を撮っています。なんでかっていうと、アメリカのスーパーでいろんな種類のオレンジやリンゴを買ってきました。それをドライフルーツにしてみたいなと思って動画を回してみました。少し時間がかかるんですけど、作り方はとっても簡単なのでぜひご覧ください。今日買ってきたフルーツは、こんなにたくさんのフルーツを買ってみました。どれも大体日本で揃うものなんですけど、レモン、ライム、ネーブルオレンジ、少し小さめのリンゴ、あとはグリーンアップル、最後にマンダリンオレンジをパックで買いました。今回はこのフルーツたちを全部スライスしてドライフルーツにしてみたいと思います。
では準備ができたのでいよいよ入れていきたいと思います。これがアメリカのオーブンなんですけど、アメリカのオーブンはだいたいこんな風にキッチンの中にもう埋め込み式になっているものが多いです。あとは温度とタイマーなんですけど、高めの温度で短時間焼く場合は結構焦げてしまったりすることがあるので、私はどちらかというと時間はちょっとかかるんですけど、低めの温度でじっくりやっていく方が確実にできるかなと思うので、今回も低めの温度でやってみたいと思います。ちょっと日本と種類が違うんですけど、ベイクとブロイル2種類やって、こっちのベイクの方はだいたい日本のオーブンと同じです。こっちのブロイルはグラタンの上に焦げ目をつけたり、かなり高温のトースターみたいな感じの使い方ができるので、今回はこっちのベイクの方を使います。この350は日本でいう180度なのでちょっと高すぎるので焦げることがありそうなので、もう少し下げていきたいと思います。だいたい230ぐらいが日本の110度ぐらいなので、日本の方は110度でやるといいかなと思います。110度で低温でやっていきたいと思います。でタイマーが30分でやっていきたいと思います。これで30分間しばらく待ちたいと思います。というわけで今回は手作りドライフルーツをたっぷり使ってウェルカムボードを作ってみました。今回使ったフルーツはリンゴとオレンジ、ライム、レモンなど4つの種類のフルーツを使ってます。このドライフルーツと文字とうちにあったドライフラワーをちょっと花束みたいな形にして
固定をした後に、この上に私の動画でもたまに出てくる乳液性レジンとよく似ている素材なんですけど、ニスのように結構こうツヤっぽくコーティングされています。こんな風に上からコーティングをしてしまえば、ドライフルーツも色が変わったりとか腐ったりとかせずに、このまま綺麗なまま保存できるので、今回はこんな風にして玄関に飾ってあります。普段こういった大きな DIY はあまりする方ではないんですけど、たまにはちょっと種類の違ったものもいいかなと思って、今回はこういった動画を作ってみました。もしどなたかの参考になれば嬉しいです。明日は夏らしいピアスの動画をアップする予定なので、ぜひ明日も動画を見ていただけたら嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。